ラウンジラウ。今日も化粧せず来てしまった。眠い。結局ディズニーから帰る車の中で30分ぐらい寝て、帰ってきて30分ぐらい寝て、それから眠れずにいます。登場します。下り坂せかされる。おー、これいいね、せかされるから。登場します。なお非常口座席にご着席のお客様には緊急時の援助をお願いしております。シートポケットのインフォメーションカードを出発前までにご確認ください。ご協力をお願いいたします。 The door has been closed nowPlease be seated in your assigned seat and fasten your seatbelt. Also, please check your child seatbelt. Please stow your baggage under the seat in front of you. Please set your electronic devices to the mode which does not emit radio waves or turn them off. Passengers seated by the emergency exit. 神戸空港までの飛行時間は離陸後1時間を予定しております。1時間早いね。装備の基調は駆動。副操縦士は依頼。客室のチーフは箱崎でございます。この飛行機には4名の客室乗務員が乗務しております。ご利用の際にはお気軽に声をおかけください。空港行きます。それではどうぞごゆっくりお過ごしください。シートベルトについてご案内いたします。着脱方法をご確認ください。ピカチュウキットカット。え、階段オンリー。あ、軽いからいいよ。本当は機内でもらえるキットカットだったけど、二人とも熟睡してましたので折りがけにもらいました。過去到着神戸空港。よし、ちょっと友達が迎えに来てくれているので会います。早いね、荷物出てくるわ。いやだってさ、シートベルトサイン消えるのもめっちゃ早くなかった。あ、いた、ヤッホー、明けおめ、明けおめ。乾杯、神戸。もう寝落ちしたぐらいで多分もう降下し始めるから着くじゃん。早い。飛んでる時間も短いよね。お回りしてよ。あとこれ。どの醤油焼いてるの。殴って炙ったやつと。昔だこのお作りと違うんだろう、うん、これは炙ってるから
多分。あ、うん、お刺身じゃあお釣りれないのかな。お作りの方にしようか。タコブツ売らないか、うん、ありました。こんな感じのおしゃれなお店の通りに来ました。あ、ち肉寿司あるよ、安い。え、おにぎり揚げ出しとか美味しそう。めちゃめちゃおしゃれなお店ばっかりだった。今日ぐらいだったらあのすぐのこたつでいいよね。全然いける、うん、2軒目こたつにする、うん、あのこたつもめっちゃ人気だから、なかなかだからあそこで予約取れない。こたつあえてのこたつ。じゃあうちら11時に開いて、もう今11時ちょっと過ぎに帰ったから入れたんだ。12時になったらサラリーマンの人たちがいっぱい。いや働いてたら来たいもん、ランチ食べに。だって1000円ぐらいだよね。1000円ぐらい、さっきの桜定食1100円。明石のタコちゃん、これあと5人前ぐらいいただきたいですけど。タコいただきます。まずは何もつけずに。本物じゃん、うん、前回明石のタコ食べてないよね。うん、食べてないね。タコ世界一大好きなタコ。あれが刺身醤油だな。塩辛もほっそりしてうますぎる。美味しい。そのまま食べた方が美味しいんだ、ね、何もつけたくない、うん、そんなにタコ好きには止まらない。超うまい。ちょっとあと2人前ぐらいだな。足1本分全部スライスしてください、うん、本当に大人ぐらい。そうよね、水だこみたい、うん、なんかお刺身に使う用の茹で方がちょっと違う。あの結構生生、そうそうそう、生っぽい。どう？違う？海感じる。海感じる。あ、そう、それが好きなら私、結構、自然の塩味がね、味噌っぽい香りがするよね。だから生っぽいのが好き。うん、それは何だろう。え、ちょっと、あとに。頼みなよ。せっかく来てくれるでしょ。本当だよ。ね、チープあるもんね、うん、うわめっちゃうまそう。見た目強い、うん、明石のタコ美味しすぎて2人前追加しました。炙り明太子、魚の次元が良い店選んだね。最高、最高すぎる。これが昼の11時っていうのがまた最高だね、うん、なんて贅沢な平日の昼間に。炙りの明石なぐって炙った明石だこ、炙りも頼みました。完璧。鯛だけ美味しいね。明石だこと私あらあら鯛の釜焼き、明石だこの炙り。食べない人多いね。大きさ伝わってる？うん、伝わってる。居酒屋シーンが長く続いておりますが、皆様ご覧いただきましてありがとうございます。ここはあの三宮の、なんて言えばいいんだろう、ちょっと私詳しくないんでよく何とも言えないんですけど、三宮の商店街みたいなところの、なんかねすっごいおしゃれなお店が3軒4軒ぐらい続いてて、どこも外にこたつがあるみたいな、めっちゃおしゃれなお店の中の、ここは次元というお店に行きました。今見せてるのはレンコンですね。ほんと魚介類も全部美味しかったし、今お見せしたレンコンもすっごい美味しかったし、とっても最高の昼飲みでした。いやもう旅行の醍醐味ですね。お昼からこんなに飲んで、今回のこの Vlog は食べてるシーンがたくさん出てくると思いますが、皆様飽きずに最後までご視聴いただけると嬉しいでございます。もう最高昼か、もう今見てもうお腹すいた。
見てるだけでお腹が空いてしまいます。美味しいタコに、この後出てくるこのね、なんかチューハイみたいなのもとっても美味しかったです。最高、ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかった、最高の出だし。じゃあ私たちは今から歩いてファミリアまで。あ、じゃあファミリーマートもやっていい？あ、いや座布団1枚ファミリアに歩いて行ってきます。私がめっちゃ楽しみにしてたファミリア神戸本店に来ます。念願のファミリアに来て、あ、ちょっと埋もれちゃったけど、この水色の紙袋可愛いんだけどな、紙袋も、うん、じゃん、ファミリアでお買い物しました。じゃーん、神戸に来たらやりたかったことの一つ、ファミリアでお買い物ができました。これ見ていただくと、イエーイ、分かるようにとんでもない量いろいろ爆買いしました。あと1時間でチェックインだ。あと1時間でチェックインできる。あ、ルミナリエ、そう、今回の神戸旅の一番の目的はルミナリエを見に来たんです。初めてのルミナリエ、じゃーん、ちょっと2時間もやばい、早くホテルにチェックインしたら化粧します。ホテルにチェックインしてお化粧しました。そしていつかプラザで買った、雪の妖精ヘッドピースをつけてきました。本当はつけ襟もするはずだったのにつけ襟忘れてきちゃった。はい、イエーイ、あらあらじゃあルミナリエ行く前に一軒、あれ、あ、明石焼き行ってきます。じゃーん、前回も来た明石焼きの立花に来ました。ご先生様で何人前されますか？一人一でいいよ。一人一で、一人で、はい、乾杯。乾杯。よろしくお願いします。あ、明けましておめでとう。明けましておめでとう。美味しい、これ何？お出汁、ソースもつけてるけど、そのまま混ぜてやつ、お出汁、青をつけて、うん、お強いで食べる。あ、いい匂い、明かし焼き、すごい卵のいい匂いがする。へ、うん、一人大葉だけでよくて大葉少なのが分かりにくいよね。うん、美味しい、うん、はい、気持ちネギ、ありがとうございます。蜜バカネギ、うん、やっぱり熱い、めっちゃ美味しい。そう、卵がもう美味しいし、だしめっちゃ美味しい、うん、いつも梅だし食べるのと違う、違う、どう、梅田のやつより味濃い。そうめん入れたくない、この出汁。あー、わかる、ね、乳麺にしたら美味しい、ね、ルミナリエの店頭を見に東遊園地に来ました。まだ店頭されてない、この白いところが全部作りたいです。でもね、何時からって決まってるわけじゃなくて、薄暗くなったら着くらしい。すごい待ってる人がたくさん。ここはね、無料で見れるから待ってる人がたくさんです。じゃじゃーん、さっき市役所の展望台に登って上からここを見下ろしてきました。じゃ、もうこんなに暗くなったからそろそろ着いてもいいんだけれど、もう少し着くまで待ちまーす。いっぱい人がいる。今日やるよ。今日やる？あー！すごい。
どこかで歌ってる？すごーい、綺麗だね、色がね。自分たち入れたら あれがあまり綺麗に映らない。綺麗、あ、そこも光ってる。近くに行けば行くほど綺麗、すごい。近くに行くほど、うわ、迫力がある。うわ、すっげー綺麗、綺麗、うわ、すごい、すげー綺麗、色合いがいいね。うわー綺麗、綺麗です。集中ハイボール飲みながら見てます。綺麗、夜ご飯を食べに赤のれんというところに来ました。こんな感じ。神戸牛を食べに来たよ。神戸に来たからには神戸牛食べないとね、何をしに来たか分かりませんからね。寝てしまいそう、私も、もう寝てしまいそう。そう、私も今すぐ寝れるね、すぐ寝れるよ、ね、まばたきするうちに寝れそう。やばい、やばい、ちょっと下げて、ベビーの好きだって。東京マラソンの魔法、あ、怖い家に住みませんよ。切られる音あるの、はい、あれ、1個こうやって入って、ビールだったよ、やばー、やわらかー、そっくりだよね、うまい、うまっ、ちょうだい、なくなった、うん、溶けた、一瞬なくなった。油が甘くて美味しいな、しゃぶしゃぶのお肉とお野菜来ました。では何から入れたらよろしいでしょうか。とりあえずお肉しゃぶりましょう。はい、しゃぶしゃぶいきます。しゃぶ、このままでいいのかな。すごい、これでいいのかな、いけるのかな。あとはこのね、もういけそうじゃない。いけそうだよね。うわ、絶対うまいって、それ、うわ、やば、うまい、神戸ビーフやからね。神戸牛じゃなくて神戸ビーフが正解？いや、神戸牛やと思う。うん。うまい？やばい。怖い。これも2人分しゃぶしゃぶ。
チャラリーン、鼻から牛乳ということで、見ていただくと分かる通り、もうとっても限界を迎えている私なんですが、なんとおそらく神戸牛を食べて、神戸牛の油でもうめちゃくちゃ気持ち悪くなって、もう上から下からもうとんでもないことになってしまいました。なのでもうこの一軒、夜ご飯は一軒のみでホテルでバタンキュー。おはよう。雨？え？あ、雨、雨ちょっと降ってる。おはようございます。 Day 2、ただいまの時刻8時半ぐらい8時半ぐらいだね。私たちはすでに7時過ぎから温泉に入ってきまして、ここのホテルね、今日泊まってるのがホテルモントレ神戸。温泉に入って今からコンビニに行ってます。朝ごはんを調達しにコンビニに行ってます。 Day 2です。あ、スピンで入る。あ、昨日ゲットした見せて。はい、チョコビとしんちゃんのピンをつけてらっしゃいます。私も昨日クレヨンしんちゃんとたまごっちもやったよね。うちもやったよね。やった。もう昨日カプセルトイで大盛り上がり。私全部で6個で、私も同じだった。今日もやりたくない、うん。神戸に来て一番盛り上がったのカプセルトイだよね。とプリクラもした。プリクラも撮りました。あ、じゃあこの神戸ならではの場所に着いたので朝食ゲットしてきます。こんにちは。行きます。はい、いらっしゃいませ。どうぞ。はい、どうぞ。2階です。ありがとうございます。すいません、行けるとは開けてみたい。はい、じゃあ神戸2日目。 B 神戸。あ、明けおめ。どこやろ。回ってく。いいじゃん、面白いよ。 B 神戸。回転テーブルだから、はい、くるくるしてみんな映るよ。美味しい。美味しい。顔映していいとか。これ乗せといたら分かんなくなるんじゃない。どっちだって。どう。美味しい。固めのやつ。柔らかめのやつ。固めのやつ。あ、いいね。固めがいいよ、ね。柿の海鮮。昨日の夜を取り戻すように誰よりも早く2杯目に行きました。ハイボール。なんかペース遅いような気がするけど、ちせっかく神戸にいるんだから早く飲まないと。早く。神戸ビールってあったんですか。ジビールもある。でもクラフト系のジビール苦手じゃない。うん、ね、うまい。じゃあさきちゃんとペリーくんから上海のお土産いただきました。ペリーくん。めっちゃかわいい。皆さんこれは何だと思いますか。チー、これ何だと思う。お土産もらってるよ。ほら、チーもリーナベル置いてある。そう、ズナリーナベル。リーナベル。そうだよ。あー、じゃあコインケース。ブー。うん、あと2回。あと2回。うん、ピンバッチ。ブー。あと1回。うん、あと1回。この大きさを見て、かわいい。立体的。後ろマグネット。一番最後これやばい。大好き。チー、これやばいよ。あ、クシ。さすが海外。クシ。ヘアブラシ。と、もう書いてる。え、なにこれ。え、なにこれ、めっちゃ可愛いんだけど、なにこれ。何が入ってるか分かんないだ。フィギュア系だ。あ、じゃあこれ、ヤマトさんが好きだから、それ入ってから開けよう。え、何から今開けた方がいい？え、やっとどれもいいよ。絶対私も今開けるよ。うわぁ、どれがいい？あ、これ、この中？これか。この中どれがいい？外れないね。もちろんシークレットが一番だけど、シークレット、ね、一番を決めるなら、一番は何がこれがいい？
レックス、あレックス、ああ、これレックス、これ乗ったよね。乗った、だもうめっちゃアナハイムも乗った、楽しかった。これを買うたびに毎回毎回開けてダメだ、開けてダメだ、もう何回投資したこと。ええ、二回でしょ。どれが当たってる、どれ持ってる？私？うん。何で買うの？これか。トロンと、あ違う。これと、めっちゃ怖いやつ、上海で乗って泣いたやつ。7個 B の。あこれね、マイントレン。そうそうそう。マイントレンいいの。でもこれミニーちゃんのこれもね、え私開けるよ、いや私もじゃあ開けちゃう、開けちゃう、これカード入ってるか、そうカードで分かる、分かる、カード見なかった、カード見なかった、えじゃあこのこのさいやあじゃあ触らない、私開けるよ、いくよ、せーの、うおおすごい、私カード見ちゃった、カードが入ってるじゃあ1個聞く、一緒一緒じゃない、あじゃあすごい、すごい、振り分けてね、どれだと思う、私一番欲しかったこのレックスのやつ、えなんか私だあ、なんだと思う、なんだと思う、あじゃあちょっと顔で表現してみて、顔で難しい、むずい、それあじゃあもう絶対これだ、これこれ、急流下り、これじゃない、あ、そう、急流下り、急流下り、これじゃない、急流下りでしょ、その顔、その顔、急流下り、せーの、じゃん、あ、え、かわいい、え、かわいい、めっちゃかわいい、めっちゃかわいい、かわいいのかな、かわいい、めっちゃかわいい、かわいい、あれこれさっきちゃんの、これ、私も一緒、これ、これだった、うん、かわいい、それ全く被ってないよね、でもみんな、まあ、でもそう、マイントレイン、これ、全部くっついてるんだね、あ、開けて、開けて、カード見ないでよ、カード見ないでよ、うん、めっちゃ見ないで、最初にさ、自分で見て、顔で表現して、顔で表現、顔で表現が、あ、でもさ、顔で表現、あの、モアナちゃんしないから、じゃあ、スカッツ、ミニーちゃん。一緒。え、めっちゃかわいい。あ、かわいい。え、めっちゃかわいい。スタイケはこちらでした。めっちゃかわいい。え、なにこのフィギュア。かわいい。かわいい。え、めっちゃかわいい。めっちゃかわいい。え、トロンも。私、トロンが欲しかった。トロンもやらない。え、トロンいけるかな。で、こう、ヒュイグイレイもめっちゃかわいい。かわいいね。これ、座りね。座り。そして。これめっちゃかわいい、え、いいもんね、なんで乾燥剤入ってないんだろう、乾燥剤したいっていう気はしないけど、これいい、いいわ、ありがとう、ありがとうございます、これにもらってたかも、嬉しい、学校神戸にいるから2軒目あ、梅干し見えない、めっちゃ美味しい梅干し、これめっちゃ美味しい、2軒目です、中華料理屋さんでご飯食べた後に中華が行きました、老少期ね、はい、老少期を絶対買いたかったの、あのさ、正月の有吉の番組で北川景子の一番のなんかおすすめのなんか、そうお土産で老少期って出てたの、わっ、超新商品 100% の神戸人、すごーい、しょっちゅうハイボール持ってます、楽しみます、あ、シートやってるからシートあった、今から焼くんだよ、チー生ビール持ってた、赤身のステーキを買いました、イエーイ、ビールは
じゃーん、はい、おはなこんぴすっきりそう、やわらか噛んだ瞬間わかる、うん、柔らかくて美味しいけどな、これで1000円の高級お肉だけど味がつきすぎてる気がする、結構しょっぱい、まあ、塩もすごいついてるしね、うん、美味しい、ちょローション機能豚まんです、豚まん、豚まんじゅう、豚まん、豚まんじゅうです、かわいい T シャツだね、あ、かわいい、ローション機能 T シャツ、すごい、タイ日記めちゃめちゃ並んでました、こちらをヤマトさんに買って帰りまーす、じゃん、老少期の豚まん、やっとゲットしたぜー、じゃあ、あ、うん、どうだ、自分と相談しながら食べて、うん、ライス食べたくなるくらい中のお肉な、うん、あ、中身が、やばい、いいとこだ、3秒ルールこれはめっちゃうまい、おかずでしょ、中の具がなんか小籠包を、味がついてて美味しい、めっちゃ高級にした感じ、これは味が濃くて美味しいし、ヤマトさんが絶対喜ぶと思う、あ、ヤマトさん好きそう、めっちゃうまい、これしっかり味がついてる、え、つまみだね、手軽に食べれるんだったらどっちがいいか、やばいやばい、うん、あ、確かにおつまみはこっちがいい、たっぷりだと思う、ローション機食べて、マスカットとリンゴとリンゴやっとしました、自分でもこの動画を編集しててびっくりしたんですが、前回ミクチーと中華街行った時に私はフルーツ飴は食べないとかって言ってたのに、なんと神戸の中華街で買って食べてました、食べてましたね、しかも食べた後のリアクションがこちら、おいしい、めっちゃ美味しい、帰ります、あっという間、楽しすぎてあっという間で名残惜しいですが帰ります、端を引くと長さの調節ができます、必ずご自身のマスクを着用してから他の方の着用を援助してください、非常口および脱出方法についてご案内いたします、緊急時は乗務員の指示に従ってください、機能が完全に停止した後乗務員の指示に従って脱出します、非常口は機体の前方中央後方合計8箇所です、お近くの、
はい、神戸から帰ってきまして、もうさ、中華街でも飲んでるし、お昼にも飲んでるし、でもとっても気分が良くなっちゃって、結局あの羽田に着いてからそのままお家に帰らずにチーのお家に泊まってしまいました。 V サイン。それでね、もうそう、お昼食べたり中華街行ったりで胃の調子が良かったのに、帰り着いたらまた気持ち悪くなっちゃって、もう化粧落とさずに下でソファーで帰ってきて、そのまま寝たら雨がずっと私に寄り添ってくれてました。愛しい犬。かわいすぎる存在が罪。ピュア。もうハムのことだ。お昼、やっとお風呂に入りました。さっき、朝、コーラ飲んだらまた気持ち悪くなっちゃってね。昨日の夜も結局、あ、そう。結局泊まりに来てます。お家にまだ帰ってません。チーのお家に泊まりに来てます。でも夜は気持ち悪くておかゆしか食べれなかったんですけど、朝ごはん食べて、うどんも食べて、もしもう絶好調と思ってコーラ飲んだら気持ち悪くなっちゃって、でもお腹空いたから今お昼ご飯作ってもらってます。しじみちゃん漏れてる、しじみめっちゃ漏れてる、しじみちゃんでーす。昨日一緒に寝たアムくんでーす。アム、一緒に寝たんだよね。私が来るといつも一緒だもんね。はい、すずちゃん。はい、すずー。はい、すずもいまーす。皆様、長時間になりましたけれども、最後まで神戸旅の Vlog 見てくださってありがとうございます。そうです、皆様ここで見てくださって、最後まで見てくださった方全員お気づきだと思うんですが、2ヶ月ほど前の出来事でございました。ちょっと遅くなってはしまいましたけれども、無事に動画として神戸の思い出出すことができてよかったです。そして何より神戸の旅ずっとね案内してくれたなっちゅね、ありがとうね。もう本当に楽しい神戸旅でした。また早く関西行きたい。そう、神戸もだし、京都も大阪もユニバも行きたいっていう感じで、やっと私は今家に帰っておりますね。では最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。5am and we are in trouble. But we don't really care.Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. No, they don't pick us up, instead they knock us down.